自動車運転席下部のペダル。中央にブレーキペダル。その右側にアクセルペダル。ブレーキとアクセルの踏み間違え事故は、交通事故の中で、オートマチックの自動車を運転中にブレーキをかけるため、ブレーキペダルを踏むつもりで誤って、アクセルペダルを踏んで、急発進、急加速することによって生じるものを指す。日本において、ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違いによる、 人身事故は2013年には6448件発生し死者は54人であった。2013年に上気の人身事故を起こした運転手のうち20歳代は22%、70歳代が17%、60歳代が15%、30歳代、40歳代、50歳代、80歳代がそれぞれ10%前後である。 事故発生率はほぼ横ばいで、2010年から2019年までの10年間に発生した人身事故は55,377件、そのうち死亡事故は459件である。この中には複数の死者を生じさせた事故も含まれていることから、実際の死者は459人より多い。2005年から2009年の統計によると、 人身事故件数は年間7000件程度発生しており、全事故に対しておよそ1%程度を占める。性別、年齢別では20歳前半の男性が最も多く、免許保有者数あたりの事故件数は20歳以下と75歳以上では、全体平均の3倍以上あり、若年層と高齢者で顕著に多くなっている。また、踏み間違え事故が全事故に占める割合は、 高齢者で多くなっている。警察庁の統計によると、2015年の日本国内でのブレーキとアクセルの踏み間違いによる死亡事故は58件、うち65歳以上の高齢ドライバーが50件で、高齢ドライバーによる事故割合が比較的高くなっている。この事故の特徴は、運転者がアクセルペダルを全力で踏み続けるため、自動車のスピードが上がり、 重大事故に発展しやすいことである。運転者がなぜブレーキペダルに踏み替えないのかについては、運転者が慌てたりパニックを起こしたりしたからだというのが通説であるが、人間の心理的な特性や反射特性に原因があるとする研究例もあり、具体的な原因は解明されていない。また人間だけでなく、自動車の設計や販売方法にも問題があるという指摘もある。 しかし運転者個人のこの事故はオートマチックトランスミッション自動車に固有のものであり、マニュアルトランスミッション自動車では発生していない。発生状況としては高い頻度でアクセルとブレーキの踏み替えを行う必要がある場面、ハンドルとアクセル、ブレーキを同時に操作する必要がある場面で起きやすい。例えば駐車時、生産機の操作時、展開、切り返し時、 軽い接触事故の直後などである。立体駐車場では車両を交代させて駐車させる際にしばしばアクセルの踏み間違いによる暴走事故が生じる。この場合、暴走した車両が駐車場外へ転落し、車両の搭乗者の他直下を通過中の歩行者をも巻き込む事故となることもある。アメリカなどでは ドライバー側の責任となるため駐車場運営者の責任問題となることはないが、日本の国土交通省では駐車場からの転落を防ぐ設計指針などを示しており、強度を高めたガードレールの配置などが進められている。コンビニエンスストア、スーパーマーケットなど駐車場と店舗が近接した場所でもしばしば踏み間違いによる事故が起きる。この場合は車両が 店舗に突っ込んでしまうことで中にいる客を巻き込むことがある。強度を高めた車止めや店舗の窓ガラスに向かわないように駐車スペースを設けるなどの対策はあるが店舗数も多いため対策の普及率は低い。踏み間違い事故によって1万6000件の事故が起きている。20代や65歳以上の人がよく事故を引き起こし、ホンダアコードのあるモデルは事故率が高かった。 ドライバーがギアを R に切り替えて、向きを変えたりした時に、事故は起きているなどの研究結果を声は報告している。テキサス A&M ユニバーシティの研究によると、毎年何千もの建物が破損した。店に突っ込む事故に関しては、65歳以上の人が多かった。カリフォルニアのアルテシアやマサチューセッツは、ペダルウェラーによる事故の被害を軽減する新しい基準を作った。 またアメリカ合衆国運輸省は、すべての新車に衝突被害軽減ブレーキを標準装備とするさま、全自動車メーカーに要請しており、すでにトヨタ自動車、ゼネラルモーターズ、フォルクスワーゲン等の大手10社が合意している。これに伴い、センサー式踏み間違い事故防止装置が普及しつつある。ドイツでも、高齢ドライバーによる暴走事故などが、 問題になっているが、マニュアル車の比率が高く、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故は日本ほど多くはないと言われている。踏み間違い事故の大半を占める急発進事故への対策として、センサーで障害物を検知している状態で、ドライバーが必要以上にアクセルを踏んだ場合、警報と同時にエンジン出力を絞ることで急発進を防止する装置が発売されている。 これらの装置は衝突被害軽減ブレーキと一体、または同一、オプションパッケージとなっているものが大半で、急発進以外の踏み間違い事故に対しても効果がある。2008年にスバルアイサイトで初めて市販され、衝突被害軽減ブレーキの普及とともに多くの車種に搭載されるようになり、2014年に販売された乗用車の新車の32%に搭載された。 2015年には、トヨタセーフティセンスの発売が開始された。新車時点で踏み間違い防止を装着していない車両に、対して、カー用品店で後付けで装着するパーツも開発、販売された。2017年からは、経済産業省や国土交通省が高齢者による誤操作事故防止を、また、衝突被害軽減ブレーキ搭載車は、非搭載車より、 事故率が低いことが証明されたため、2017年1月から平均10%程度の自動車保険料割引の対象となることが決定した。割引額は装置や保険会社により異なる。これに伴い、必然的に衝突被害軽減ブレーキとセットのセンサー式踏み間違い事故防止装置も保険料割引の対象となる。しかしながら、 障害物検知による誤発信抑制機能は時速 10km もしくは時速 15km の低速でのみ作動するようにプログラムされており、それを超える速度ではアクセルペダルの踏み込みを運転者の加速意図であるとして、障害物を検知していても加速を許容するようプログラムされた製品がほとんどであるため、踏み間違い操作が行われると加速を許してしまうため、 事故防止の効果は限定的である。1980年代後半、アメリカ合衆国では、アウディ5000のオートマチック車で急加速事故が多発し、問題となった。これを受け1989年、アメリカ国家道路交通安全局が調査を行った、結果、急加速の主な原因を、ペダルの踏み間違いと結論付けた。アウディ側は、解決策として、 キックダウンを自動的に抑えるシフトロックを設計した。同様の設計手法は他のメーカーも採用に広がった。自動車部品としてアクセルペダルの回路速度を感知し低速時のアクセルの急踏み込め、ベタ踏み込めを検知した場合に急ブレーキをかける、エンジンを停止するなどの機能を持った装置が発売されている。熊本県玉名市にある鉄工所、ナル石材が開発したペダル。 正式名称はワンペダルで、同社取締役社長のナルセー機構自身が踏み間違いによる暴走事故を起こしたのを機に開発された。本質安全の装置として、アクセルを横押し機構にし、既存のアクセルペダルを撤去し、ブレーキペダルを改造することで、ペダルの踏み間違いそのものを発生させないワンペダル方式となっている。メーカー品より、 大きなブレーキペダル上に常に足を乗せて操作するため、加速中であってもペダルを踏み込めば、即、ブレーキ操作となる。そのため結果的に、空走距離を通常ペダルより大きく短縮でき、短い停止距離での車両停止が可能である。導入実績もまだ少なく、改造費用も約20万円と安価ではないが、国土交通省自動車保安基準適合部品であり、 なる石材が所在する玉なしでは、このペダルの整備費用に対して補助金が申請できる。左足ブレーキも参照を踏み間違い事故を防ぐ方法の一つとして、左足ブレーキがある。アメリカなどで、左足ブレーキが一般的であるが、慣れていない人は、左足で急ブレーキを踏むと同時に、右足でもアクセルを踏み込んでしまい、その結果、制動距離が伸びて、危険という意見もある。 なお、詳細は、左足ブレーキの記事にあるが、踏み間違え問題のような徐行時の左足ブレーキの使用と、レーシングカーなどにおけるそれとは、基本的に別の技術である。駐車時には、アクセルペダルを踏まず、ブレーキペダルに足をかけ、クリープ現象を利用して駐車することが事故を防ぐ、対策の一つである。NHK 総合、クローズアップ現代の 見過ごされてきた踏み間違い事故において踏み間違い事故を取り上げている。ありがとうございます。